こんにちは、ガミくんです。今回は、サラスバティ重心化して、なんだっけ、性能がマインブロックになったじゃないですか。で、なんだっけ、これがラグナロクで、重力マインじゃなくなったということで、本当にラグナロク適正じゃなくなったのが、ちょっと検証してみようと思います。でも見た感じ、友情で全然いけそうな気はするね。ラウンドフラッシュ関われば多分いけるんじゃないのかな、これ。はい。で、もう、今の挨拶聞いたらわかる通り、めちゃくちゃ元気ないんですよね。で、なんでかというと、なんだっけ、空也の動画で、コメント欄でちょっと言われてたのが、伊達政宗ストックしてるじゃないですか。いつ島津出すんですかみたいな感じのことあったじゃないですか。で、多分この動画、多分取りだめだから土曜日に出てると思うんですけど、多分出てないと思うんですよ。空也じゃないや。伊達政宗の動画。で、なんで出てないかというと、負けたからです。うわぁ、島津艦隊で伊達政宗やって負けるやつおるみたいな感じのことコメント欄で、使ってみた動画とか、他の方のやってるのいたけど、ここにいたね、負けた人。で、なんで島津使って負けたかというと、実は島津使っても負けるパターンって一つあるんですよね。それが何かというと、玉処理ミス。もう初手に玉処理ミスって、早すぎて、配置も全く考えずに突き進んだら、玉処理ミスって電線切り食らって速攻で死んだね。だから、ちょっと動画出ないわ。次回の7月10日のモンストニュースをお待ちくださいみたいな感じに、きっと、なると思います。うわー、クソ。で、他の人の動画見たら、やっぱり紋章をつけたりして、万が一のパターンが起こった時の対策してたんですよね。やっときゃよかった。今季ケチるんじゃなかった。めちゃくちゃ後悔したね。やっちまった、みたいな。なんで、まあ、島津使っても負けるパターンっていうのあるから、気をつけましょう。はい。んで、余裕だな。そして、今まで全く話しなかったけど、多分友情で削っていくパターン。殴りはもうポンコツなんで、で、これでもう、これでこう打って、で、これで真ん中あたりにつけてラウンドフラッシュ乗ります。どうなんだろう。でも友情ロックあるからな。友情ロックされたらちょっとまずいね。これで、はい。微妙だな。まずい。これは、あれを思い出す。ソロモン、神化を使ってみたやった時のすごい地味な感じ。雑魚処理はすぐ終わるけど、ボス殴りが全然はかどらないっていうパターンにすごいそっくり。まあでも全然使えるね。なんで、今までサラスバーティー使ってた人も、神化のやつ、あれ使ってた人も重心化して、全然使えるんじゃないのかな、雰囲気的に。なんで、島津使ってみたは、また次回。で、イシスも性能的に、なんだっけ、減速壁と、なんだっけ、減速壁とあれだから、もしかしたらやべえだ、これ。優勝で倒せないんですけど。で、友情ロック、そこ。どうしようかな。そしたら、こう打って、こう打って、で、4P までいけるかな。はい。こう打って、で、これで 4P も拾って、はい。いや、ラウンドフラッシュ、これあれだね。ラウンドフラッシュ弱点拾えたら、倒せるね、これ。というわけで、配置うまいことやれば、多分もう全然いけんじゃないのかな。なので、2P そこ、3P そこだから、SSE かな。はい。あ、やべ、これダメなパターンかもしれない。あ、でも、スパークバレットも弱点拾えるかどうかで変わってくるな、これ。ちょっとこれ雑魚処理終わるまで。これミスったらちょっと早送りでカットして、なんかアクティビティした。これで。おお、もう、ゴリ押しだわ、こんなもん。こんなもん、もう SS 使ってのゴリ押しだね。これはちょっとやっぱ配置しないと、結構難しそうな気がする。なんでこれはもう、こうやって。うわ、でもラウンドフラッシュも拾ってくれないな。やっぱ友情ゲーっぽい気がするけど、なんかちょっとあれな気がする。あ、そういえば、これをこうして。で、これで倒します。はい。で、これ今撮ってるのが、金曜日、モンストニュース終わった直後なんですけど、あれ引き、あれ引く？なんだっけ、幕末なんとかかんとか。あれ、どうなんだろう、みんな引くかな？なんで、ちょっと、2ホール、メイン端末にしか持ってないから、ちょっとぐらいは引くかもしれないけど、どうしようかな。いや、コラボ。
が多分やっぱりモンストフリークで発表されると思うから、多分ね無課金さんとか、あと月に例えば1万円しか課金しませんみたいな感じの人はすぐ引かずにまあやっぱりあれした方がいいね。様子見して、様子見してちょっとなんかコラボ見てからでも多分ガチャは引けると思うから、それ見てからやった方がいい気がするね。うまいこと配置できてると強いんだな。で、配置できてなかったらポンコツなんだな。なんで、少なくとも真ん中に1体。あー、終わった。終わった、もう。どうしよう。じゃあ、こう打って。はい。で、ここに置いといて、で、両方拾えるようにしとく。で、これもこう。あー、ダメだ。これ多分上でいけるでしょ。はい。うん。あ、でもこれちょっと地味だな、絵面が。あんまりこういう、あ、最近なんかこういう、昔は結構こういう動画撮ってた気がするけど、最近こういう動画あんまり撮ってない気がするんだよ。こういう地味系の動画。なんでかというと、なんか何喋っていいかわかんないからですこういう時。こういう時どんな話すればいいのかわかんないのって、綾波も言ってたから、ちょっとあれと被ってる気がする。はい。で、こう打って、こう打って、友情で削ります。なんで真ん中に1体はちょっと置いておきたいから、はい。はい。で、これ、浮かんで下がっていて、重力で引っかかって、倒しました。いや、絶対一体これ真ん中に置かないと、時間かかるな。どうだろう、神風やサウルスイ、これ、艦隊使ったら、どれくらい簡単になるのかな、どれくらいの時間でいけるのかな。まあ、これで続きます。はい。はい。で、倒しました。あ、でもこれ、あれだな。これ、ケルベロス上下に行ったパターン、倒せないんじゃないの。絶対無理でしょ、これ。これは、あ、でもこれギリギリ届くかな。はい、これ届いて上も倒して、殴りと合わせないとちょっと厳しいね。で、友情でこれ SS 使ってゲージ切って、あいや、こういうミス最近多いんですよね。これで倒しました。なんか最近ね、最強ストライカーランキング2位みたいなのになってるけど、なんか最近ね、多分ね、あれみんな勘違いしてるんですよ。放雷ばっかしてるから、あ、この人上手いなって思うかもしれないけど、多分ね、放雷以外のところでやらされたら、多分すげえポンコツになる気がする。どうしようかな、これ。はい、ゲージ切って、ここら辺で置いときます。どうだろう？おお、やっぱ真ん中だな。真ん中、常に中心、初手、天元。で、これ倒しました。で、 SS 使って真ん中にも置きつつ、あれも倒せる。あ、 SS 使って真ん中に置こうかな。はい。これで貫いて戻ってきて、で、弱点で削れました。うわー、どうしよう。これ友情出すか、殴りいった方が強いのか分かんないな。まあ友情、あ、でも友情使うとずれるな。まあ、2体出して、はいはい、そんなに大きくずらさないようにしつつ、まあ、ここに止まって、あれだね、殴りやすくしておく。で、これで、これは多分、あれでしょう、ループヒットできるでしょう。はい。はい。あ、そういえば、なんだっけ、新しい豪絶のセイレーンじゃないや、なんだっけ、セレナーデだったっけ、セイレーンだったっけ、あれ、あるじゃないですか。あれでなんか、新しいギミック、なんだっけ、ちょっと待って、今見ます。セイレーンの新しいギミックが、なんだっけ、これ敵の攻撃ターンにゲージが出てくる。なんか敵にダメージを与えると攻撃ターンになんかあれなんですよね。ちょっと待って、これは真ん中に置きたいんですよね。戻ってきて止められるかな。はいはい。で、敵のターンになんか、あー、終わった。めっちゃ友情ロックついてる。よし、これで多分いけるでしょ。で、このままこう打って、はい、はい、はい、届きました。多分倒します。はい。いや、結構ギリ。で、敵の攻撃になんかゲージがついて、敵にダメージ与えると、なんか、いいみたいな。なんか今まで、なんだ、とりあえず、もうモンストさんは困ったらベース出せばいいやみたいな感じの精神だったから、なんかその方向で行くのかなって思ったけど、やっと、なんかちょっと、まともな感じになったね。で、これで友情出して。うわあ、分身が倒せねえ。どうしよう。
友情出すよりも盾感の方が強いかな。はいはい、で友情で、はい。まだ倒せねえ。そして、やべ、地雷で死ぬ、地雷で死ぬ。やべ、ストックもまだなのに、これ、キンハートだから大丈夫。はい。はいはい。で、戻ってきて、真ん中あたりに止まります。で、地雷爆発するけど死にません。いや、でも最近なんか、ドラグナロクも多属性でいけるから、なんかこの地雷ですごい3、4万くらいいけるステージみたいな感じのこと結構あると思うんですけど、意外とやっぱ水属性だと全然だね。はい。SS 強いのかな？なんとも言えない。まあでも、縦感で決められるなら、これぐらい削れたら上等なのかな。なんで、まあ新しいこのギミック、ちょっと楽しみだね。なんか、あんまり今まで見たことないけど、とりあえず困ったらパネルかベース出せばいいや、感じ精神からちょっと脱却した気がするから、面白いクエストになったらいいなーって、ちょっと思ってるね。なんで、もうこれ終わるか。勝ったでしょ。多分もうこれ勝ったでしょ。はい。いや、これで勝ちということで。友情出して、はい。はい。はい。やばいな。落ちにしようと思ったのに、いや、これの地雷で、あら、やられちゃったみたいな感じの落ちにしようと思ったけど、全然なんないな。